店は元気になります。20万円買っちゃうという企画を今ここで、今日1日で20万円はけました。これ家族が4人いるのであれば、エール査定を20万円分買えるのでないかな。藤吉さん最速だと思います。20万円分のエールもらったの、よろしく。どうも九十チャンネルをご覧の皆様、まやんです。本日はですね、富士吉田市でですね、困っている飲食店向けに富士吉田市がエール食券、1000円分で食券を購入してもらうと1200円分の商品券として返ってくる。でそれが、コロナ収束後に使えるということで、大体目処で、7月ぐらいからそれを各店舗さんで使える。でもその購入していただいた店舗でしかその使えないエール食券っていうものがあります。それをですね、市の方では、1人当たり5万円が限度ということで、今日僕の友達にですね5万円買ってもらいたいと思います。エール食券の Q&A ですね。各参加事業者、店舗さんに食券の枚数の上限はあるのかということの質問に関しては、足りなくなりそうであれば店舗はご連絡いただいて、ご連絡いただき次第に配信できるね。で販売期間は、令和2年5月15日金曜日から令和2年7月30日、まあ、あとは、領収書発券できるので、5万円分買ってもらいたいと思います。エールを送っちゃってもいいのかなと思ってるんですけど、家族4人分のエール貯金分で20万一発で買ってもらってどうですかこの尖った企画。このエール貯金なんですけれども、買い方がわからないなんてこともあると思うんですよ。僕的には飲食店を応援、富士吉田市みんなのエール貯金で、まず店舗名書いていただきます。で、購入者、その名前を必ず書いていただきます。で、その購入者の住所、でそして連絡先、そして購入日、何時に買ってもらったか、で、その買っていただけた金額、で、そのチケットにロットが書いてあるので、例えばこれだと007500、それを書いて、何枚分をここで、で、僕の場合だと1200円分のチケットなんで600円じゃなくて、その1200円分のチケットのナンバーを書いて、でここで何枚売れましたっていう、こっから先はあとは使用日を書く、使われた日を書くみたいです。僕が市役所から受けた説明はそんな感じですね。間違ってたらまた訂正お願いします。ヘイ、俺の友達富士吉田飲食店応援、みんなのエール食券いくら買ってくれる？50枚。だって2年有効期限あるんだよ。2割つくんだったら安いと思いますよ。50枚買うと5万円限度額最高額いただきましたね。次の僕の友人がいくら買ってくれるんでしょうか。5万円。すごい、みんなのエール熱くなってきてます。九十チャンネルをご覧の皆様、すごいことが起きました。今日のお客様で5万円と、皆様エール証券買っていただきました。本当にありがとうございます。そして最後ラスト5万円残りました。それもまさか買ってくれる、もう一人5万円買ってくれるお客様います。そういうありがたいことが全体的に広がればななんて僕は本当心から思ってます。街を盛り上げていきましょう。それでは最後の総評をしたいと思います。5万円幼馴染に騙されてありがとう。騙されてファンは言ってなんだけど、やっぱり飲食店本当に辛いと思います。でも多分ね、1年で5万円以上は使ってるので、2年これ使えるって普通に使えると思いますので、ぜひ皆さん他のお店で行ってるっていうことであれば、ぜひ買っていただければ意味のあるものだと思います。ありがとう。
藤吉田市長さん、ありがとうございます。今日で20万はけました。6月5日、令和2年6月5日、20万円分はけました。でもこれ以上求めてもねとか思ったりするんですけれども、なんかこうエール食券ってことで、すごいみんなのエールが感謝につながるってことをこうやりたいし、物の書き方とか分かんなければすぐに市の方に行って市役所で聞いてもらって書いてって、で僕はもう今日全部書けちゃったんで、他の店舗さんもいろいろ努力してどういうふうにやっていくのかってことを推奨したいと思います。集中チャンネル、いいねと合わせて登録よろしく。